はい、どうもこちら渡辺です。今日はですね、今クラウドファンディング真っ最中で、もうあと約2週間でですね、クラファンが終了するっていうタイミングの、まあ、かなりですね、ホットな製品になるんですけども、今回はですねこちらになります。これがですねちょっとまたなんか面白そうなガジェットがやってきましたけども、こちらがですね、まあ、多目的で使うことができる 3-in-1 の多機能スキャナーとなってます。まあ、これ1台あるだけで、まあ、いろんな用途で使うことができるってことですね。こちら製品名が、シーザーファンシー S プロっていうですね製品となっております。このシーザーっていうメーカーはですねここ最近結構ね目にすることもあって、自分もですねちょっと興味があって、まあ、今回クラファンのタイミングということでレビューさせていただける機会がありましたので、今回こちら紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでまずこちらどういう製品なのかっていうと、まず一つの使い方としてはスキャナーとして使えるってことですね。で、基本的に、まあ、自宅のスキャナーはですね、プリンターとスキャナーがセットになっているものを使っていたりしますが、まあ、結構スキャンに時間かかったりとか、まあ、そもそも物が結構大きかったりするんですけど、まあ、これはね、本当にコンパクトなサイズで、まずスキャンができるってことですね。で、これ、スキャンするだけではないのが、こちらの特徴で、はい、こんな感じで、まあ、カメラ部分を引っ張ってきたりとか、まあ、自由にこう、角度調整ができるんですけど、要はこの部分が、スキャナー兼これ、ウェブカメラにもなります。実はこれですね、1200万画素のこのカメラがついているということで、まあデスクの上にこう置いておいて、会議するっていう時にグーッと引き出してですね、まあ、普通に自分の顔を撮って、ウェブ会議に参加することもできるような製品になっています。多関節のアームなので、まあ、角度調整の自由度がめっちゃ高いんですよね。まあ、さらに一般的なスキャナーだと、普通にね、書類をスキャンして終わりだと思うんですけど、こちらですね、ウェブ会議ができるっていうことで、こちらなんと動画にも対応できます。なので、例えば、この会議に参加しているときに、手元の資料を写して、この会議に参加するとか、小画カメラとして使うことができるってことです。角度の調整も結構自由にできるみたいですね。っていうところで実際にですねこれから使っていくところをですねお見せしながら紹介してみようと思います。はい、でですね使うときは、はい、こちらですね USB 接続でパソコンにつないでいきます。これ今タイプ A なんですけど、タイプ C に変換するアダプターもついてますのでどっちでも接続が可能です。はい、一応こんな感じで接続ができます。はい、で今ですね PC にこう接続してるんですけど、はい、伝わると思うんですけど現時点でこれライトがついてます。で、このライトは、もちろんですね、ウェブカメラとして使うときに、この顔が明るくなるっていうね、ところもありますし、まあ、暗いところでもね、書類が明るく撮れるっていうところもあります。で、もちろんですね、このライトに関しては、はい、オンオフができますので、強弱もつけることができます。何段階かな？オフ、1、2、3。うん、3段階でライトで調整ができるっていう感じですね。それでですね、実際にまずはスキャンの方からですね、試していこうと思います。Mac でも Windows でも、ソフトウェアをですね、入れる必要があります。で、スキャンをするときは、スキャン用のソフトとして、このシーザーファンシーっていうですね、ソフトを入れます。で、そちらまずこう立ち上げますというところですね。で、いろんな機能があるんですけど、まあ、本当に基本中の基本のところだけやってみようかなと思います。で、まずはですね、スキャンを試しましょう。はい、まずね、カメラをこう設置してます。向きはもちろんこっちで大丈夫です。カメラの向きを反転させる必要はありません。ソフトウェアの方で保管ができます。で、なんかね、ちょっとスキャンしてみようと思うんですけど、はい、ちょっとジンバルのこの説明書ですね。これをちょっと、スキャンしてみようと思います。こんな感じでまず、カメラの下に配置します。で、スキャンボタンをタップします。はい、そうすると、あ、来てますね。はい、書類の位置をこう確認していて、もうざっくりで大丈夫です。もうこんな感じで置いてあげると、もう自動的にね、どの部分が書類かっていうのが分かってます。で、一応ライトが必要そうならつけてあげると、もうより明るく撮れるっていう感じですね。はい。では、スキャンしてみましょうか。いきまーす。ポチ。はい、もうスキャンできました。一瞬なんですよ。もう写真として撮るっていう感じなので。はい、めちゃくちゃ綺麗ですよね。解像感がかなり高いです。で、シワとか、そういったところもですね、まあ、かなり目立たなくなっています。で、ちょっと拡大していったりしても、まあ、文字の認識とかはですね、まあ、超しやすいんじゃないかなと思います。一応このような形で、スキャンすることができます。一応これがですね、フラットペーパーとなってるんですけど、一応他にもですね、雑誌とか本とかをスキャンするときの湾曲した本っていうところがあるので、それもちょっと試しましょうか。今回は、以前自分がね、登場した、モノクロっていう雑誌ですね。こちらの見開きページで、自分が出てるところがあるので、そこをちょっと使わせていただこうと
思います。一応こんな感じですね。見開きです。で今ちょっと見切れちゃってます。でその時は、実はですね、この見切れちゃってる時はなんとですね、ぐっと、はい、伸ばすことができるんですよ。高さを出すことができる。でこうすることで、まあ、結構大きめの雑誌とかもですねスキャンすることができます。これどこまでいけるかな。あ、角度調整すればいけるかも。雑誌なんですけども一応こんな感じですね。今湾曲した本っていう風に書かれてます。真ん中の切れ目みたいなところがソフトウェアに出てますので、そこにこう合わせていく感じですね、うん、でちょっとこの状態で、はい、ちょっと撮ってみようと思います。いきます。あ、撮れた撮れた。1ページずつ分かれて、保存されますね。こんな感じで、まあさすがにですね、雑誌とかでこの結構湾曲してるんで、湾曲は残ってしまうんですが、文字の認識は問題ないかと思います。で、あとはですね、結合側っていうところと、手動範囲指定がありますね。結合側ってなんだろう。水平結合と垂直結合っていうのがありますね。2つのものを、結合させたい時に使う感じですかね。まあ、これを見るにですね、まあ、カードとか、まあ、そういったものを複数、スキャンしていく時に使えそうです。ちょっとその辺にあったもので、ね、ちょっと試してみましょうかね。はい。では、これで、垂直結合。あ、裏面を置いて続行するなんで、じゃあちょっと裏面を置いてみて続行すると、あ、これで表と裏がこう横並びに結合されるみたいな感じですね。これやっぱりカードの表裏とか、まあ、そういったものをですね結合して作りたい時に有効っぽいです。で最後に、手動範囲指定ですね。じゃあまたちょっとこちらの、はい、紙を置いてみてボックスを指定できる。あ、こうやってドラッグして指定できるんですね。でスキャンとすることができます。おお、いいね。まあ基本自動でできるんで手動で指定する必要はあまりないような気もするんですが、一応できます。あ、何個もできるんですね。こんな感じで重ねて複数ですね指定することもできるみたいです。で今カラーモードにしたんですけど、もちろん白黒にもできるし、グレースケールにすることもできます。いろいろね、この辺設定が可能です。一応こちらがスキャンですね。でもちろんですね、こんな感じで縦横反対もいけるし、回転させてスキャンすることもできるので、この物理的なこのカメラの位置をね変更する必要はないですよということですね。うちもですね、結構事務処理とかでこの税理士とかにですね資料を結構出したりするんですけど、その時に今普通のスキャナー使ってるんですけども、まあ、結構時間かかるんですよね、地味に。まあそういった細かい作業とかを、まあ、これを使うことで、まあ、かなり短縮できるんじゃないかなという感じがします。今まで月に例えば10分とかでスキャンするのにかかっていた時間が 2,3 分とかで終わりそうな勢いなので、まあ、結構ね事務作業の時短につながるなっていう気が現段階でしてます。ちなみにですね、こういったフォルダブルマットっていうものがついてきておりました。でこれを使うと、はい、まあ、要はねこんな感じで開いていくとですね、はい、今黒いマットになりましたが、このマットにこの A4 とか A3 とかですね枠が書いてあるんですよ。でこれに合わせて、まあ、スキャンしていくと、まあ、用紙のスキャンとかがしやすくなるっていうね、マットですね。まあこれもすごく有効かなと思います。もちろんこちらに関しては使っても使わなくても OK です。書類のスキャンに関してはですね、最大これ A3 サイズまでになってるみたいです。続きましてですね、今度は動画をちょっと試そうと思うんですけども、こちらですね、動画も撮影可能ですし、ウェブ会議で使うこともできます。ちょっと動画撮ってみましょうか。まあ例えば初画カメラとして、動画をね、撮るっていう時に、はい。こちら動画ボタンがあるので、こちらをちょっと使ってみようと思います。結構ね高解像度いけるっぽいですね。 4000×3000 とかいけるので、ズームとかも、あ、デジタルズームですけど調整ができると。で明るさとかコントラストの設定も可能ですね。なんかテキスト入力できるの、あ、入力できる。会議で使うときにちょっとここに文字入れしたりすることもできるっていう感じですかね。でこれでちょっと動画を撮ってみます。あ、解像度の上限超えました。解像度はフル HD までみたいですね。なるほど。動画撮る場合はそうなんですね。設定はできるんですが、解像度はフル HD ですね。はい。OK。はい。で、今フル HD になりましたので、ちょっとこれで動画撮ってみます。じゃあこのフォルダを指定して、はい。今ね、録画が開始されました。ファンシー S Pro で今ですね、俯瞰の動画撮ってます。ちなみに、これ動画なんですけど、じゃあちょっとカメラの向きを、今反対向いてますが、自分に向けました。で、
はい、ボタンを押したら、まあ、すぐにですね、反転しましたね。この物理的なボタンを押すことで、このカメラの向きをですね、この変えたりすることもできます。で、今こちらの映像がですね、そのままね、動画を撮ってる時の画質になるということです。音声の方どうでしょうか？今こちらの音声は、シーザーファンシー S プロを使って音声を撮ってます。こんな感じになっております。で、手元に戻す。おお、いいね。角度調整して。はい、こんな感じでね、どっちもいけるんですね。これ確かにウェブ会議とかするときに、手元の資料を見せつつ、まあ、自分もねちょっと映したいっていうときに、はい、反転させてこう向けてあげると、この使い方慣れれば、まあ、すごい簡単にできるかもしれない。こちらのソフトでも写真もいけるんですね。うん、簡易的にこう写真を撮って、まあ、スキャンするってこともできますね。はい、であとですね、かなりこれ寄れるっていうことなんですよ。マクロ的に使えるってことなので、今これかなり小さいですね、まあ、ドライバーセットですね、これをちょっと置いてみたんですが、かなり近づけてみようと思います。おお、すごいすごい、どこまで寄れんだろう。はい、今ちょっとフォーカスが合ってないと思いますが、ここでもフォーカス合うかな。お、来た来た来た、めちゃくちゃ今フォーカスが、今これAF スイッチがあってですね、 AF スイッチをシングル AF からコンティニュアス AF に変えたんですけど、そうするとめちゃくちゃこの大きくものを映すことができます。いや、なのでこれマクロカメラ的にですね、小さなものを大きく映すっていうこともねできます。今実際どんな感じで撮られてるかっていうと、まあ、こういう感じなんですね。まあ、かなり近寄った撮影が可能です、距離的にはもうほんとね10センチぐらいかなっていうところですね。ちょっと公式の方でやってたので自分もやってみるんですけど、1円玉、おお、来た来た、はい、こういうね効果とか、まあ、そういったものを、撮影するのにも、適してますね。あ、これですね、今撮った写真、はい、こんな感じで使うことができます。これはね面白いわ。はい、でその他の便利機能ですね、いくつか試したいんですけど、ちょっとスキャンを起動しまして、複数の書類をですね同時にスキャンみたいなこともできるっぽいですね。ちょっとやってみましょう。はい、じゃあマルチターゲットスキャニングっていうことで、適当に2枚の書類を置いてみましたが、あ、ちゃんとね、おー、来てる来てる、もう1枚の方も、あ、来てますね。まあ、複数のレシートとかをですね、同時にスキャンするときにね、これ役立ちそうですね。まあ、こういった機能もあります。で、湾曲した本にして、手めくり自動スキャンをオンにして、ピッ。めくると、お、来た来たなるほど。若干ね、数秒のラグはあるんですけど、こう指でこうめくって、次のページに来て、うん、3秒ぐらいかな。で、スキャンされていく。まあ、自動スキャンがね、できます。まあ、やっぱり指がね、入ってしまわないように少しね、待ってるのかなっていう感じですね。手めくり自動スキャンもできてます。それからさらに機能あるんですけど、はい、今ビジュアライザーの方で、ね、動画にしてますが、これね、縦もいけるっぽいんですよね。あ、できた。縦もいけるんですね。で、まあ、ショート動画とかもしこれで撮りたいのであれば、一応これで、ちょっと録画。はい、録画しますと今ですね縦の動画として撮ることもできてます。何でもできちゃうねこれ。はい、こんな感じです。はい、ちなみにこちらがですね Zoom で使った場合ということで、一応 Zoom のですね設定ですね、こちらからカメラをシーザーファンシーと選ぶことができますので、まあこちらを使ってですね、まあ、このようにウェブ会議ですね行うこともできるようになってます。一応ウェブカメラとしてもこのように使うことができるということですね。はい、ということで今日こんな感じですね、シーザーファンシー S プロっていうですね、シーザーの、多機能スキャナーですね、こちらをね、使ってみてレビューしてみました、まあ、本当にめちゃくちゃ機能がたくさんあってですね、まあ、今回の動画だけで紹介しきれないぐらいですね機能がめっちゃありますが、基本的には、まあ、書類をですね手早くスキャンするとか、まあ、複数ある名刺とか領収書とかですね、そういったものをざっと一括でですねこのスキャンしていって、例えば会計士とかに提出するとかっていう形で、まあ、事務
務処理を効率化するのにめちゃくちゃ使えると思います。でその他にもウェブカメラとして使ったりとか、小画カメラとして使ったりとか、マクロ的にですね、かなり近寄った撮影もできますので、まあ、ただのスキャナーとしてはちょっとね、めちゃくちゃ多機能な製品になっていると思います。クラファンがですねあと約2週間ぐらいなんですけどもやっておりまして、現在ですね2000人以上すでにねサポーターがいて、まあ、応援購入金額もですね2400万円超えてますので、まあ、かなりもう大成功したプロジェクトになっております。こちらの、シーザーファンシー S プロ単体で1台で、幕開けのクラファン価格で18,890円となってますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで今日こんな感じで以上になります。この方が良かったら高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。